はい、どうも、かずいです。今日なんですけども、ナンパ100やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないので、今回はセフレンズ王子さんとまた一緒にインタビューしてからナンパしていきたいと思います。それでは、やっていこう。はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で聞いてるんですけども、なんか言ってる。質問内容なんですけども、まあ、最愛の彼氏が、その、夜の方がちょっと下手くそだったら、なんか、嫌いになったりとかしますか？最愛の彼氏が、はい、ならないんじゃないですか？最愛なら。本当ですか？ちょっとそれで揉めたことがあって、それで破局したことがあるんですよ。あ、それちょっと今回これ聞いてるんですよ。はい、お姉さん方特に気にしない？多分大丈夫って感じですか？じゃあ僕、はい、すごいそういう優しい女性が好きなんで、ちょっと LINE だけ交換しませんか？しないです。彼氏いるんで、うちら。あ、カレーあり、はい、じゃあ3人目どうですか？じゃあ3人目って言うこと？3人目多分2人ぐらいいると思うんで。いないですよ。3人目として登録してもらいますか？チャンネル登録と彼氏登録と両方。あー、両方ちょっとしてほしいんですけど。両方ダメですね。あと彼氏図鑑にちょっと登録してほしいんですけど。彼氏図鑑ないよ。ないですか？ないですよ。ちょっとじゃあ王子からもなんかちょっとじゃあ僕童貞代表として叫んでいいですか？あ、叫ぶのはやめて。じゃあ、なんだろう、童貞とか大丈夫、好きですか？童貞は好きかどうか、やりちんと童貞だったらどっちが好きですか？じゃあ逆に、はい、やりまんですね。じゃあ、極端と短所だったらどっちがあれですか？パイパン好きですか？男のパイパンどうですか？ない方がいいのか、じゃあ僕童貞向けの YouTube やってるんですけど、その童貞たちに向けてなんかアドバイスって何かあります？こうすごい軽減放送な、なんか最後に一つだけ僕本当に一番聞きたい質問なんですけど、僕アールセックス大好きなんですけど、したいなと思ってるんですよ、童貞なんですけど。だからアールセックスは好きですか？それは何ですか？後ろ側から入れるというか、そういうことですね。どうですか？好きらしいんですけど。いいんじゃないですか、好きなら。なんか好きで。どうですか？童貞ですよね。童貞なんですけど、やりたいって言ったら願望がある。絶対童貞じゃないですか。童貞を売りにしてる。他の子の演技見てどう思います？乗馬。ちょっと今度お姉さん方とちょっと乗馬を一緒にしたいんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？いや、いいです。彼氏いるんです。4番目としてダメですか？どんどん下がってくる、それは。4番目の男としてダメですか？いや、彼氏いるんで。四天王の一人として。いや、彼氏いるんで。あと王子様枠。彼氏いるんで。僕のこの動きはどうですか？キモい。キモい。しつこいですか？はい。しつこいとこは嫌われると思います。あ、だから DT。 多分そう。じゃあ僕めちゃくちゃしつこく LINE するんで、ちょっと LINE だけお話します。いや、彼氏いるんで。ダメですか？もう多分もう1分5分ぐらい経ってるんで。20秒じゃない。30秒、はい、はい、僕の中では今経ったんで。ありがとうございました。ありがとうございました。新宿の美女限定で聞いてるんですけども、質問内容は最愛の彼氏が、最愛の彼氏が、その夜の方がめっちゃ下手くそだったら、嫌いになったりしますかね？嫌いにはならないんじゃないですかね。あ、ならないですか？はい、むしろそれもいいみたいな。いいとは思わないと思いますけど、ええ、なんか別にそれが全てじゃないし。なるほど。この価値観があれば。じゃあお姉さん全然気にしない？まあ多分わかんないけど。まあこれ聞いてる理由としては、はい、僕前の彼女がちょっと、はい、うまく入らなくて、はい、怒られてちょっと別れたことがあるんですよ。で喧嘩になって、はい、もうちょっと早くスピードが速かったっていうのもありますし、そういったことで、なるほど、揉めちゃったんで、それでインタビューしてるんですよ。はい、あ、なるほど。お姉さんは気にしないと。多分。
多分まあ人にもよりますね、きっと。その人のことが本当に好きなら多分気にしないかもしれないけど、じゃあ全然早くても問題なしということで。まあそういうことにしましょう。あ、じゃあお姉さんすごい優しくてタイプなんで、はい、あ、ちょっとそれはお答えさせていただきます。あと今度一緒にそうなんです、今度一緒にはい、ホワイトクリスマスツリーを一緒に拝みたいので。拝みたい、一緒にクリスマスツリーを拝みたいんで24日に。あ、ごめんなさい11月24日です、はい、11月24日は誕生日なんですよ。あ、おめでとうございます。24日に一緒にクリスマスツリーを見たいんで、はい、ちょっと LINE だけ交換してもらっていいですか。あ、ちょっとそれは遠慮させていただきます。あなんでだよ、違うでしょ。1曲お願いします。励ましの1曲、そうですね。じゃあなんかテーマとかくれれば全然歌えるんで、はい、何でもいいですよ。悲しいクリスマス。じゃあ1曲あーなーあーなーあーなーイエーOK です、ありがとうございます。なんか質問ないですか。僕シルダンユーやってるんですけど、なんかシルダンユーとかってどうですかね。一応シルダンユーチャンネルっていうのをやってまして、一応アナックスとあとあれですね、ウミガメの産卵についてずっとやってるんですけど、 YouTube チャンネルやってて、チャンネル登録やっと50人超えたんですけど、ぜひね、動画説明欄に貼っておくんで、この見てる視聴者も見てほしいんですけど、はい、それについてちょっとどう思いますか。どうですか、アナックスが好きな男性とかってどうですか。ちょっと気持ち悪いかもしれない。あ、ちょっと気持ち悪いですか。あー、なるほどなるほど。あー、ちょっと興味がもうない。あ、僕とか見てどうですか、ありですか、なしですか。私はなしですね。あ、なしです。なるほど。一応補足情報として、一応この下白ブリーフなんですよ。あ、なしです。白だといいことある一応なんか白だと、うん、なんだろう、うん、そうそうそう、おしっこがなんか結構黄色くなったりとかするんですよね、うん、あ、なしですか。あ、一応じゃプラス情報として、あとは関東方形なんですけど、どうです。関東方形ってこう、もう出ないやつ。うん、痛いです。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。なしです。なんかすごい、なんかあれに似てる、なんかアイドルの。そうそうそう。かわいい。あ、似てる似てる。そうそう、それ言おうとした。適当に言ってんじゃん。ちょっとマリコさん、ちょっと LINE だけいいですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。あ、大丈夫です。遠慮します。大丈夫ない方。わかりました。ありがとうございます。大陰神、はい、終わりました。番芸はできなかったんですけども、王子さんの下ネタで結構盛り上がったんじゃないかと思います。というわけで、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、グッドコメント、 Twitter、TikTok のフォローよろしくお願いします。あと YouTube では流せない有益な童貞卒業方法をメルマガで発信していますので、概要欄の方チェックお願いします。今童貞で絶対卒業したいという方はぜひ登録の方よろしくお願いします。では。